らないとウィーウィーよっしゃウィー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 3段目の、最終エリアですね。はい、最終エリア今回ヤバすぎたな。やばすぎる、あれは本当にやばい。見てる人もやばいことになったと思いますけど、怖いよ。今回も気は抜けません。なんすか、なんだ今回ですね、車から撮る映像が結構多いんですよ。車から撮る映像、なぜかと言いますとですね、地図にない道、地図にない道、2、3年前にツイッターでバカバズって、なんかライダーの方かなんかがこの辺今迷い込んで、なんかその Google マップを元に進んでったんだけど、自分がいるところがマップいない。なんだそれ。なのに道路はあるんだって。でここどこなんですかみたいなのを地元の人に向けてツイートしたら、地元の人さえもわからない道で、これ何の道なんだってことでめっちゃバズったんです。でそこ歩いてるとなんかもうめっちゃ視線感じたり、いろんな不可解な現象が起きていると。マジで出張ホラーでそこに行ってほしいというリクエスト結構いただきまして、今回行くんですけど、レートがですね A から SSSSS。 え、5個、極端だな。すげえ、0か100倍広いね。え、じゃあ、A からだから、もう振り幅すごいわね。あ、未知数ってこと。そう、未知数。なるほどね。あ、なんかよくわかんない。人によっては本当にもう一体にならないみたいな体験をしてる人もいるみたいで、めちゃくちゃ怖いよ。もう未知の体験をするかもしれないよという回でございます。なるほど。それ行くのがまず大変じゃない。そう、なんか3カ所ぐらいわかんない道に近いとこがあって、3個ずつ行って、まあ行ければいいし、まあ行けなかったら行けなかったで。あ、そうか、確証もないわけだ。そう、確証もないんですよ。うわ、なんかやばいね。ない可能性もある。あるある。いろんな人が行ったけど、行けてる人はまあわずかというか。マジで。うわ、なんか都市伝説要素もあるな。そう、本当ね、ミステリアスな不思議な体験。そうだね。でもその人はちゃんとその場にいて、そこの住所を現在地をパッて送って、何ですかここはってバズったわけだから、その人はもう行ってしまったわけです。へえ、車で行けるわけだから結構広い道なはずなんで。まあそうだね、そうだね、まあ確かにな。ということで、まあこのカメラと外を映すカメラ両方でやっていきたいと思います。はい、まず1箇所目にブドウ園みたいなところがあるみたいで、そこがもう結構近いらしい。その地図にないエリア、一応道にはなってんだね。そう、だから普通に道で迷い込んで、なんだここはってなったらしい。今んとこよくある坂道、狭山湖っていう湖が近いから。あ、そうなんだ。まあそれも原因らしい。なんか危なくなってる。なんか異変感じたらやって、視線とか、結構本当に違和感を覚える人が多いらしいから。あそこにお墓があります。何なんだろうあれは、ね、お墓なんで。お墓なの。地図にない道ってどんな道なんだろう。これじゃね。なんだ、地図にない、ナビにない。こんな早くそっち見えないんだよ。ナビない、見つかっちゃう。この道が、え、待って待って、もうナビにねえ。何丁目っていうのが消されてる。待って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 、やばいやばいやばい。マジ取れてる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 、やばくね。何これ。そういうことなの。え、なんで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 、何丁目かわかんない。初めて見たぞ、こんな。何丁目かわかんない。本当だ。ナビない、もうすでにこれは。ここはない、ここはない。行ってみる。行ってみますか。あれ、これ SSSS の可能性ある。あるな。ベリー大丈夫です。え、やばくね。え、もう入ったかもしれん。入った。入ったかもしれん。もうない。ナビない、ナビない。もうナビない。消防ナビですか。もうないっす。もうないとこ来てます。何これ。え、道あんじゃん、やばくね、これ。待って、やばくね。道ある。え、もう来たの俺ら。家あんだ。右でしょ、だってそれ。ここら辺からおかしいらしい。なんかここら辺で多分道が見えちゃったんだろう。出てきたんだと地図にない道が。怖っ、想像しただけでやばいんだよ。多分俺前だったから。ここの道なんすよね。なんかよくわかんない道。そう、なんか急におかしくなったんだ。CTA はチャリ道だった、こんな感じで多分迷ったんだよね。そのガードレールバカ引く主の方は。まあ
別に今のところ視線みたいなのは特に感じてないけど、俺はなんか変なゾワゾワが止まんないけど、俺もなんかやっぱ運転してるからなんか良くないよ。なんだこれは、なんか変なのがある。こっち行けんの？なんか変なのある。行けるな、どっちも。スポット1位とか書いてある。うん、正面が。なんだあれ、なんだこれ、うわ、ただー、うわー、すごい、やば、やば、9割だ。あ、今ね、声したよね。した、した、右から声した、マジで言ってんの？マジで墓から。そう、マジで、そう、そう、ずっと俺墓を向けすぎ。え、増えなかった？てかさ、これ地図ある？これもあるな。いや、俺もなんかちょっと不気味な情報を得ましたね。なんかこう、全体的にこの間の道がなくて、なんか三角形になってるらしいの、道路が、うん、ストリートビューで見ると、うん、なんでだろうって思った人が見て、いたみたいで調べたら、今墓地あったじゃん、うん、全部内側にあったの分かる？うん、うん、墓地も三角形になってるらしい。あ、上から見たらってこと？そう、墓地が密集して、こういう道になってるんだけど、密集して、墓地が全部三角形になってる。え、なにこれ？何これ？経過じゃなくない？三角形とかってなんかそういう宗教的な絡みというか、うん、変なやつ、やばいやつが絡んでるというか、まあ、とりあえず近づかない方がいいんじゃないかっていう情報がありました。うわ、ちょうど墓地から声聞こえた俺ら。ね、ね、どうやら聞こえてたよね。そう、謎に三角形になってる。え、ね、ね、どうやら聞こえてたよね。そう、謎に三角形になってる、角形になってる、角形になってる。え、え、ちょっと、なんか聞こえた。え、いや、近い、マジで言ってんの？え、今のがっつり、うん、え、なるさん、違うから全然聞こえない。違うね、タボの方だよ、うん、え、嘘、女みたいな声でしょ、なんか子供みたいな。あー、にゃー、そう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 、ね、え、聞こえない。あー、にゃー、そう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 、え、聞こえない、ね、え、聞こえない、ね、え、聞こえない、ね、モロだよ、モロモロ、そこ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 、マジ、まだ、まだ墓地の方に、墓地の方に、あ、そう、墓地じゃん。え、俺全然違った。え、めっちゃ聞こえてるの？めっちゃ聞こえた。え、超がっつりだった。うん、で、一番鳥肌だったんですよ。さっきなんか、祠みたいになってた。うん、あった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 、ほら、ずっとアボがなんだろう、1と3でこう分かれる。そうそうそう、で、右行ったじゃん、俺ら。うん、そこが、中心らしい、三角形。え、ここが中心なの？うわ、ここからこの近辺めっちゃ今三角形に墓地があるんだよ。なるほど、三角形の一角でね、今そこにあってる。きつきつきつ、とりあえず引き続きちょっと近辺捜索してみましょう。捜索しよう。何これ、何をモチーフに作ってんの？いや、わけわかんねえ。しかもなんかよく見る、なんか不気味な絵みたいな、なんか横たわってるやつめっちゃ不気味ねえじゃない、うん、何あれ、まずくね、なんかこの辺基本的にみんな上見てる、なんか新スポットがより怖いんだよ。なんかさ、なんだこの感じ、なんか違う、やばいよね、本当にやばいよね。なんかすげえ胸騒ぎじゃん、それこそ。いや、ちょっと本当に違う、なんかだから外出ちゃいけない気がする。また来た、また来た、また三角形の一角だ。あー、墓場だ、この辺が三角形になってんだ。うん、いや、ちょっと、いや、もう開けんねや、声聞こえてんやん、壁に今な、左に抜け道っぽいなって。嘘、マジで、うん、行ってみる、こっち行く、結構なんか、ほんとだ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 、まあ、通れないよ、多分通れないのか。歩いて見ていくよ、歩いていく、なんか道はあるけど、うん、でも、うん、まず匂いはないけど、じゃあ歩いてみるか。あれか、マジで不気味だね。不気味だわ、マジで。やばいわ。で、こっからがナビないわけでしょ、だって。今、ここにいることところすらナビない。異世界感がすごい。帰って来れるのかな、みたいな。その感じあるよね。うん。え、でも普通めっちゃ道続いてるけど大丈夫、これ。ね。だからもう、ないわけよ、ここの道が。まず、もうナビに。直接道ついてるよ。うん。これもうないんだよ、だって。超道だよね。うん。歩いてる方が楽だね。うん、確かに。なん
なんか紛らわせるというか、まあただのなんか先がない道みたいな感じだったんで、はい、引き返してきたんですけど、はい、ツイートの人もなんかまずい、ここはまずいみたいな、うん、だから来るなみたいなこと言ってて、うん、その通りな胸騒ぎはありますね。なんかさ、言ってたじゃん、人から見られてる感じする、うん、その気持ちなんかわかる。俺は人からって感じじゃないの。いや俺なんかね、その辺からマジ見られてその気するんだよね。なんかまずいっていうのは似てる。まあわかるわかる、なんかまずいよね。なんだこれ、キュートとの森、なんて書いてあるの。心臓止まるかと思った、子供の顔のなんか招きみたいな。やばいやばいやばい、マジで逃げる。